むしろ95歳では亮太くんも重たいかもしれない。その辺の重みよく感じて走ってもらったね。それはもう彼なら大丈夫です。もう何も言わなくても感じ取ってくれるでしょ、ね、ちょっと今は見当たらない。それは大丈夫でしょ。大丈夫ですか。それは大丈夫でしょ。ね、あのタッツも頑張って、そうですね、はい、グランプリ取ったね。なんかテレビで見てたらしいですよね。大丈夫。なんとか頑張ってもらいます。はい、こんな感じであれですか、フェイスブック撮ったんですよ。そうそうそう。いや、いきなり、なんか、もう、ちょっと、ろくなこと言えへんねんけど。ボケがおらんとね。あ、ボケが。いきないんですよ。なるほどね。ボケがおると突っ込めるんやけど。なるほど、なるほど。そういうもんですよね。一、ね、人、ピンではね。ピンで見よう。そうそう。あ、ボケ来た。ボケ、ボケ来た。こういうのおるといくらでもいろいろ。ボケ来たし。ボケやっと。いやいやいや。そう体調どうですか。体調は何パーセントぐらい。もう高橋さん聞いてください。バッチリバッチリ。じゃあまあ仕上がりはバッチリ。ぼちぼち戻ってきたかなっていう感じ。昨日ももう手抜いたし、もがきで。そうそう。軽くな。軽く調整で。調整ちょっとし。高橋さんにぶっちぎられました。あ、そうなんですか。あららあららって。あららって。